トップ下編をいただきまして、トップ下編候補が小泉選手、武田選手、伊藤亮太郎選手、1340票で小泉選手 77%。これはそうだな。まあ、で最高得点取るかもしれないな。なんで小泉選手、今じゃもうね、チームの中心ですからね、頻発でイケメンですし、じゃあ、ね、採点をお願いいたします。あ、書いていただいた、ね、ちなみに UG さんの UG はアンダーグラウンドの UG ですね。合ってますかね。難しいですよね。はい、あと難しいですよね。イケメンというより可愛い、確かになんか可愛い感じですよね。ああ、これはこのぐらい準備できました。お、じゃあ点数の方発表お願いいたします。はい、いきます。激しい激しい激しい。ゼロが見えました、今日。お、高い、今回も。90点来ました。秋元選手に J2 から加入組。二人とも90点。すごい、高得点。今日、清水さんどうしちゃったんですか体調悪いんですかね体調悪いと高得点。いやいやね、いいことがあったんです、きっと。本当に清水さんと僕皆さん言っておりますんで。はい、嬉しいですけど。なんでしょうね。でも、こうつけるしかないでしょう。これだけ。これだけ試合に出て。ターンオーバーされてる中でも一人だけ別枠みたいになってますし、この選手に低くつけるわけにはいかないでしょう。交代で出てくるのもなんかこう、エース登場みたいな感じで入ってますよね。そうだよね。本当に。だってエース感あるよな。はい、いつの間にか中心になっちゃいましたからね。最初はサポーターの方は僕はレギュラーじゃない。試合にも絡めないぐらいの評価だったと思うみたいなこと言ってましたんで。90点の理由を教えてください。いや、どう考えても小泉中心のサッカーなので、うん、これ以上低くつけることはちょっと考えられなかったですね。じゃあ、小泉の良さ、清水さんが思う？そうですね。最初に感じたのはもう、全く恐れずにボールを受けるところですけど。狭いスペースというか、プレッシャーがあっても。そうですね。正直、このサッカーにまだそんなに慣れてない頃は、浦和の選手の中では、ボールを持つのを怖がる選手の方が多かったと思います。うん、なかなかこう回すってことになれてなかったので、そんな中でもこの小泉はもう全然グイグイいったので、まあ、彼が引っ張った面を大きかったのかなとは思います。そこからまた見ていくと、この左右両足を使った、しかもキックじゃなくて、キープとかできるんですよね。うん、なかなか昔こう、元山正史が若い時代にどんどん出てきた時に、左足のドリブルでもできるのがすごい持ち味みたいに言われてましたけど、もう小泉の場合も、ただそこドリブルするだけじゃなくても、そこでの左足が右と同じような扱いできるんですよね、うん、ターンにしても。うん、アウトサイドターンとかを利き足じゃない方とかでもやっちゃうっていう選手はそんなに見ないですよね。ペドロ・ロドリゲスとかも左足逆足よく使いますけど、でも多分器用さでは小泉なんか上ですね。あんなに回転するターンとかまでこんなにする選手ってなかなか世界で見ても逆足をここまで使う選手ってあんま見ないと思うんですよね。なので相当期待してますね。素晴らしい。まあ見てて楽しいもんね。足と見てるだけでも、うん。でもそんだけ絶賛しながらなんで10点残ってるんだっていう。まあもうこれやっぱ最近のちょっと停滞感というか相手に相当マークされてるんで。でもあれをかわし切ってたらもうこれ100点つけてましたけど。まあ今ここ正念場というか壁を越えるところですよね、うん。なんか最近シュートの意識も高くなってるような感じはしますけど、どうでしょう。そうですね。一発ぶち込みましたしね。福岡戦でしたけど、うん。はい。左手ドーンと。うん、まあその辺がどんどん出てきたらもっといいし。これポジション的に言うと、この前の大分戦、ボランチもやったんですけど、うん、代表も含めて考えるとどっちの方がいいんですかね。まあ江坂も組みますし、ポジション。まあ、やっぱボランチじゃないですか、多分。まあ今後のどうなっていくか、共存も含めて江坂選手と。多分ピタッとハマるのはインサイドハーフみたいな感じだと思うんですよ。後ろに守備専門のアンカーがいて、インサイドハーフに、はい。ボランチダブルで組むにしても、前側の絶対ボランチっていう形で。攻撃的なチームだとそこ後ろワンボランチ残してそういう風に連動するので、その中で、プレーする選手、まあ、どうしてもトップ下だとクロスに飛び込んでいけないとか、その中央でずっとプレーできるわけでもないので、まあ、周りの関係的にやっぱインサイドハーフあたりが一番ハマるなっていうのはありますね。ユージさんどうですか、小泉選手の評価は。この間さ、なんか沖縄のなんか運営かなんかの人がさ、ツイートしててさ、ああ、はいはい。運営やってたんだろう試合出るところか。ああ、僕もそれ見ました。半年間ぐらいベンチ外って言ってましたね、あの、バンキシャさんの琉球の方も。と伸び具合が尋常じゃなくない？そうですね。2年半でここまで来ちゃったんだぜ。うん、どういうことだよな。もともと青学で J リーグになれるかなれないかギリギリで、なんか知り合いのこと経由で無理やりこう琉球に潜り込んだみたいな感じだったらしいんですよね。なんですごいそっからの本当に伸び率ドーンみたいな。まだまだいけるんじゃないかなと。上の部分。こっ
からの壁が結構きついよな。必要なのがちょっとフィジカルでないと厳しいような壁だよね、うん、その辺は。あの清水さん言ってましたけど、独特ですよね。なんかこう倒れそうで倒れないような強さがあるというか。そうですね。A 代表の鎌田を例に挙げましたけど、まあ二人ともこう相手に対して半身になってでキープするんですけど、これがもうフォワードタイプだったら半身ではあんまやらないんですよ。背中で背負うんですよね。その方が入れ替わる可能性があるので、うん、相手を抑えながら、はいはい、でも彼らはそういう風に半身になってボールを遠いところに置きながらキープするっていうところ、相手に勝つんじゃなくて押されても柳のように受け流すっていう、そういう体術を使うタイプで、小泉も本当にそういうのがうまい。小さいけど。で、鎌田と違ってリーチがない分は左右両足使うところで、まあ、自分のリーチを2倍にしてるような感じなので、リーチを2倍、そういうところのプレーは面白いし、今後も期待できると思ってますね。ありがとうございます。